おはようございます12月24日午前10時8分すいません遅くなってしまいました、えー、モーニングショットをお届けしたいと思います、えー、本日はすべ、えー、ての通貨を差し値は入れません、えー、まあ、今日は基本的には場が薄いと思いますので、えー、その辺については差し値はしないで、えー、やる場合には成り行きで、えー、参入をしてみたいというふうに思います、えー、ドル円は114の2515で買い114円ちょうどでストップ 114の6575でリグイを、タイドルはあ、ごめんなさい、ユーロドルは1.12の9585で買いから、1.1265でストップ、1.133545でリグイを、ユーロ円は129円の3525で買いから、129円ちょうどでストップ、129円の 9号、130円の丸で利食いを。ポンド円は153円の10ちょうどで買い152円の80ストップ153円の90154円ちょうどで利食いをタイドルは1.337060買い1.3340ストップ1.344050利食い。OG 円は82円の4535で買い 82円の10ストップ、82円の9083円ちょうどで利食い。タイドルは0.721505で買い0.7190でストップ0.727080リグイ乳児ンは77円7060買い77円40ストップ78円の3545利食い。 タイドルは0.679585回、0.6765ストップ、0.684050利食いをイメージをいたしました。まあ、基本的には今日は閑散な相場になると思いますので、えー、まあ、あまり無理はしないでといった形かなというふうにイメージをしております。あと一つご質問をいただいております、えー。ボリンジャーバンドの取引ですが、バンドの幅を利用して取引の場合、 バンド幅が広がったところで取引するまで待ちますかというご質問なんですけれども、あの、まず、ねあの、バンドがこう狭くなって、そこから拡散するときにこれから動くというタイミングになりますので、まあ、その時のマーケットで買いをするか売りをするかのケースというのは当然考えられると思います。ただ、バンド幅がこう広がる、広がったところでというのはですね、バンド幅がどこまでこう広がっていくのか、 これ自体はあのー、はっきりわからないので、えー、バンドのが幅が広がっているときにはあのー、こちらの方は取引は基本的にはいたしません。あのー、バンドの幅が広がっているときにはあのー、ポジションを持っている場合には、利食いをすることは十分可能性ありますけれど、えー、逆張りになってしまうので、えー、新規のポジションは取らない形になろうかなと、そんなふうに思います。ままたたごご質問ございましたら、ぜひあのー メールでお寄せいいただければと思います。それでは本日のモーニングショット、この辺で終了でございます。よろしくどうぞお願いいたします。